始めます。はい、はい、お願いします、はい。安田記念に出走予定しているガイアフォースについて、長岡ジョッキーに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。g1 の共同記者会見は初めてだというふうに伺いましたが、はい、今どんな気持ちですか？え、さすがにちょっと緊張してます。<laughs> はい。レースを前にこうガイアフォースと安らぎに臨むレースを前にした気持ちというのはいかがでしょうか？そうですね。あの大きい舞台ですし、あの責任を果たしたいなと思っています。 長距離にはつきっきりでまたがっているというふうに伺いました。どういった形で馬とは過ごしてきてますか。そうですね。あの毎日馬の状態を自分で確かめて、まああのその馬に合った長距離をできるようにあのできるだけいい状態になるように頑張って乗ってます。競馬の日の朝も乗られているというふうに伺いましたけれども。そうですね。あの京都開催の時は朝長距離乗っていけるので、はいまたがっていってます。 そのまたがった感じ馬の状態というのは長岡騎手には今、どのよううに感じてますかそうですかそでねあの、まあ、徐々にあのよくなってきてくれてますしあの今日の追い切りも良かったですレースで騎乗したのは前回のフェブラリス X が初めてだったですかね。そうですねレースはフェブラリス X のレース、まあの時はダートということでしたけれども前回のレースの内容というのはどのように振り返りますか そうですね、まあ、あのダート初めて挑戦ということで、まあ、課題はいろいろあったんですけどあのクリアしてくれてあのいい競馬してくれたと思います普段からコンタクトを取る中でこの馬の能力やポテンシャル一番感じている部分というのはどんなところででしょうかそうかそすね、えー、と身体能力の高さ、まあ、あのいい足を長く使えるポテンシャルだと思っています。 折り合いとか気象に関してはどうなんでしょうかあそうですね、まあ、折り合いもあの前回ダートだったんですけど、まあ、特に問題なく、あの賢い馬だと思います普段から、あれですか、そういうふ普段の状況でも気難しさを出したりですとか、そういった乗り難しさを出したりですとか、そういったところは。そうですねあの 2歳の時からまたがってるんですけど、2歳の時きは立ち上がったりとか、そういう仕草を見せる馬だったんですけど、今はあの大人になってくれて、あのすごく扱いいやすいです。で追い切りの動き、1週前、今週と伺いますが、えー、と先週は販路での追い切りになりました、えー、と杉山調教師からどういった指示が、先週いについて,当ててたんでしょうか。そうですね、あの1週前っていうことだったんで、あのしっかりっていうような指示で。 あのしっかり追い切りました。動き気配いかがだったですか。動きも良かったですし、まあ時計もしっかり出てくれてました。そして今週水曜日の最終追い切りも半路でということになりました。今週の追い切りについてはどのような指示だったんでしょうか。そうですね。まあ先週しっかりやってるんで、あの今週は状態を整えるというような感じで、あのリズムよく上がることを意識しました。 実際またがってみていかがだったですか。そうですね。あの先週の追い切りに比べて。さらにまた良くなってくれているなと感じました。前走時からの上積みやその状態面の変化を感じるところ。どんなところだったでしょうか。そうですね。まあ今回あの。えー、骨折、休学からの調整だったんですけど。あ、徐々に状態も良くなってくれて。あ、いい状態で望めるように頑張ってます。かなりって答えを持って。 レースにはは望そそうううな出来と見てよろししいいででょかすねレースについて伺いますがどうでしょう、もうレースのイメージというのはだいぶ長岡棋士の中では出来上がってますか、どうですかそうですね、ある程度イメージは湧いてます、まあ、レースぶりはどうですかね、あまり注文のつかないタイプではありますか、ね、そうですね。はい 一番気をつけたいところっていうのはどういったところですか。うん、そうですね。あのー、気をつけたいところは、まあゲートとかもマイルなんでそうですし、ああとはリズムよく運べるかどうかだと思います。相手関係メンバーなどは結構研究されたりっていうのはしていらっしゃいます。あ、はい、そうですね。印象いかがですか。 そうですねあの、香港の馬がどういう競馬するのかなというのはあるんですけどあのガイアホースにとってあのチャンスだと思っているので、はい、頑張りたいいと思います、えー、ご自身としてもおどうしうこれだけの馬で g 1に臨むというのは、うん、まあこれまであまりなかったことかと思いますけれども、はい、その点についてはいかがですか。そうですね、あのー こういう大きい舞台に立たせていただくことはすごく感謝していますしその結果で返したいなと思っていますさあでは本番まであと何日かということになりましたがファンの皆さんに向けて意気込み改めてて教えていただけますでしょうか、はい、大きい舞台に立たせてもらえたことをすごく感謝していますし あの大切な子を乗せていただいてガイアホースを信じてしっかり頑張りたいと思います。